はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ハイボール、ホワイトホースハイボールというのが、出ております。アルコール度数 6%、 スコッチウイスキーを使用、スモーキーさほのかに香るというね。原材料がウイスキーと糖類と香料とカラメル色素。うわ、糖類入ってんのか。で、この商品はスコットランド産ウイスキーを輸入し、日本で製造しています。と書いてあります。キリンですね。うん。スコットランドで3年以上熟成されたウイスキーを使用しています。うん。え？あ、国内販売量ナンバーワンスコッチウイスキーを使用って書いてあるね。2016年販売数量実績。日本国内での輸入ウイスキー売上容量換算だって。へぇ、ホワイトホース売れてんだな。日本で一番売れてるって書いてある。販売量ナンバーワンって書いてある。おぉ、スコッチ、ウイスキー、ホワイトホースそんなに売れてたんだ。それでは皆さん、乾杯。うん。あ、これ甘い。うわ、甘い。なんだこれ。うわ、甘いな。なんだこの、チューハイのような、この甘さは。うわ、こんなに、なんかすげえ甘いぞ。うわ。なんとかならんのかこれ。うん、甘い。うう、異常に甘いぞこれ。ハイボールスコッチで、この一言でうまさは変わる。仲間とワイガヤ、そこにハイボールは普通だけれど、うちらの間じゃちょっと違う。魔法の言葉、スコッチでを加えれば、必ずワンランクの上の、うまさがやってくる。やっぱりふわっとしたスモーキーさがね、なんて、一発の製品を決めちゃって、飲むの、笑うの繰り返し、真ん中にいつもホワイトホースがある。これ、糖類入れすぎじゃないの？原料となる大麦麦芽をピートで燻製し、乾燥させます。この時につく、なんとかこう、スモーキーフレーバーが最大の特徴。キダルで最低3年間、スコットランドで熟成させることが定められています。あ、3年なんだね。なるほど、なるほど。スコッチウイスキーの定義。1、スコットランドの蒸留所で10日、発酵、蒸留を行う。2、スコットランドの国内の保税倉庫で3年以上熟成させる。3、最低瓶詰めアルコール度数は 40%。世界における5大ウイスキーの販売シェアが、スコッチウイスキーが 50%。
で、これが、アメリカンウイスキーが 23%。カナディアンが 15%。そしてジャパニーズが 7%。アイリッシュが 5% となってます。スコッチウイスキーが一番、飲まれているということですね。いや、それはいいんだけど、これちょっとホワイトボスって甘すぎるだろ。なんだこれ。すっげえ甘いな、これ。すっげえっていうか、ハイボールっていうか、ほとんどあれだぞ。ほとんどこれ、チューハイみたいな感じになってる。なんか甘すぎる。そんな甘くないだろ。ホワイトホースのハイボール、こんな甘くないだろ。うわ、気持ち悪くなってくる。気持ち悪くなってくる。なんじゃこれ。異常なほど甘いな。まあ、ホワイトホースの普通の、普通の安い、一番安いホワイトホースは、美味しいんですけど、ホワイトホース12年は本当に甘いんで、嫌いなんですよ。なんかホワイトホース12年で作られたような甘さがあるね。うん、これはまずい。うわ、気分が悪くなってくる。すげえ気分が悪くなってくる。コク。甘みが強い。これは甘みが強いですね。香りは特になし。これは買わなくていいな。3432です。ご視聴ありがとうございました。